ありえました。あのさ、犬人間って置いてない？コンビニの冷蔵庫を抜けるとそこは異世界だった。そんなバカな。うわ、たどり着いたのは望んだものが何でも見つかる不思議なコンビニ。あなたはここの店員ですけど。あら、あなた。いやいや、どうした恵子、よかったら泊まりませんか、うちに。仕事は？脚本を書いてます、映画の。なんか面白い物語とか売ってないんですかね、コンビニで。映画の脚本って自分の理想を書くの、それとも現実を書くの？奇妙な三角関係の果てに待つのは喜劇か悲劇か。すごいじゃない脚本。ガー、私をどこかへ連れてってくれないかな。コンビニ発ちょっと異世界アドベンチャー。おかしな話だよ。コンビニエンスストーリー。それではですね、はい、今日はですね、コンビニエンスストーリー、はい、という作品の監督でいらっしゃいます、三木聡監督に、インタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、三木です。はい、はい、もう三木監督はですね、僕が若い時からずっといろいろ見てた、番組を数々されていたって。そうですね、放送作家をやったんで。そうですよね、だからあのタモリクラブとか、はい、ごっつええ感じとか、はい、であと、ドラマでいうと時効警察とかね。そうですね、はい、もうその辺を担当された時というか、書いてらっしゃったんで、はい、その辺の話もね聞きたいんですけど、はい、10分しかないので、多分その話、はい、ちょっとこの、インタビューの後にちょっと、はい個人的に聞かせているとしてですね、もうお話としてはこのコンビニエンスストーリー、はい、まずどんな作品かだけちょっとまずおっしゃっていただいてよろしいですか。ですね、ある脚本家が、ね、成田凌がそうなんですけど、はい、成田凌さんがそうなんだけど、脚本家が、ある事情で山のコンビニの中に迷い込んでるんだけど、そこが普通の世界ではなかった、うん、そこに美しい前田敦子の結婚してる人妻の、女天使が出てくるんですけど、はい、その、前田敦子と成田凌がだんだんこう不倫の関係になっていく、はい、でもその不倫は真っ当な不倫ではないんですよっていう、はい、そんな話ですね、はいはい、まだ異世界には、まで迷い込んでるっていう、はい、そういう映画ですね。そうですね、だからもう僕いつもぐろ福蔵が出てくるのかなと思ったから。そうですよね。これドーンみたいなやつ。そう、いつ出てきてもおかしくないよなと思う。まあそういうやつありますよね、トワイレットゾーンだから、はい、それこそ、はい、もぐろ福蔵、はい、ね、世にも奇妙なとか、はい、昔ユーストのトワイレットゾーンだから、はい、まあそういうやつ、世にも奇妙なもんやってらっしゃる。やりましたね、脚本だけですけど、監督が平山監督っていう、はい、平山秀樹さん、巨匠の、はい、平山さんだったんですけど、はいはいはい、本だけやって、うん、全然面白くなかったですよ、うん、俺の本もそうなんですか、そうなんですか、はい、よくわからないって。あ、はい、まあ、あの番組というか、あのシリーズ自体がよくわからないで終わるのがあのシリーズなんですけどね、まあ、はい、はいはい、なるほどなるほど。いや、だからそうなんですか、いろんな要素がぶち込まれてるというか、まあそうですよ、はい、だから僕も結構そういうそのトワイライトゾーンとか、それこそその、まあ、日本の特撮とかのあれで言うと、うん、あのウルトラ Q とかそういうところも、はいはい、その部類に入るじゃないですか、だからそういう、そうですね、ウルトラ Q 自体がだってトワイライトゾーンをやりたくて、そうなんですよね、始めてますもんね、はい、だからそういう、まあ、ある意味流れ組んでるよねっていうのはもう絵を見れば分かるというか、随所にそのなんかいろんなギミックが入ってるなというのは見ててすごい感じたんですけど、はいはい、まあ、そうですね、だからまあいわゆる50年代とかのフィルムノワールの映画とか、はい、うんうんうん、まあ、それを別解釈で作っていったその、デビッド・リンチだ、はいはい、コーエン兄弟だとか、はいはいはい、とかもそうなんだけど、はい、元を正すとサンセット通り的な映画だったりとか、うんうん、まあそれを2022年に自分がやるとどうなるかなっていうことはあって、もともとはマーク・シリングっていう、はい、あのアメリカ人のライターの企画で入ってる、もともとだから、映画の宣伝だったりあの論評だったりを書いてる人なんですけど、はい、ウリネの映画祭の時に一緒になって、はい、でまあ監督こういう、外国人から見るとなんか日本のコンビニって変なんだって
って、なんかちょっとしたね異世界感が、はいはいはい、なにこの苦笑品揃えとこの夜中にやってるこの感じみたいなのがあって、まあコンビニ行くと分かるけど結構いろんな人いるじゃないですか。そうですね、はい、ずっと天ぷら見てるなんかばあちゃんとかいて俺がいろいろ買ってまだ見てるとかっていうおばちゃん、はいはい、そこ見つめて何があるんだろうとかってなんかいい世界があったりするっていうなんかある種の奇妙さみたいなことを感じるんだって。そのでその人がなんかそのコンビニで異界に迷い込んでいくみたいな、はい、プロットっていうかシノプスみたいなのがあって、はいはい、で監督これって映画になりませんかねっていう話で、まあ自分なりにいろいろ解釈してあのアジャストして変えてていいなら、はい、やってみますとかいう話になって、はい、この本が作っていくっていうことがあって、はい、その外国人の感じた違和感みたいなことが一つ最初にあったんです、うん、なるほど。でまあコンビニっていうことになって、まあ、そうなんですよね。だから面白いのがコンビニって面白いのが外国人から見たらその一家一歩というか、うん、そういうなんかちょっと不思議な感じがするっていうのもあるし、うん、あの日本人にしてみても、うん、あのまあ、あのドラこの映画の中でも出てきますけど、うん、あのアイウェイを五十音順に並べてみたくないみたいな話ってあるじゃないですか。外国の一文字の名前でゴーさんとかガサさんとか五十音全日本全部言ったら揃うんじゃないかな。そう、まあ、だから割とその何ですかね、あの何年か前からこう、まあ、10年か20年ぐらい前からか、だんだん店員さんが、ね、そうあの日本人じゃなくなっていってる、働いてるっていう、はい、夜の人は特になんか外国人の方が多くなってるみたいなところからちょっとなんかあの僕らもなんとなく一家一歩い感じを感じてるところもあったりとかして、ね、日本にいるんだけどなんか日本じゃない感じする、うん、ない感じとかありますよね。ありますよね、いつの頃からか、はいはいはい、だから店員さん全員そうだったりするとか本当にそうですね。一人ぐらい日本のねいるかなと思ったら全員そうで、そうなんですよ、うん、リーダーしてはる人も外国の方、うん、でそんだからあれ日本で大変ですよね、働いてね。いやそうです、郵便、あの宅急便の出し方からが伝票があれから、いやいやそうなんです、そう、はい、あんなノウハウ俺なんか人の国で覚えられないと思ったけどあれは大変だと思いますね。大変ですよね。いやというよりあれはあの、 あれあの仕事が、あの業務が、うん、あのコンビニに振られた時にコンビニ の、 あ の、 その本部の方が頭悩ましたらしいですね。あ、そうなんだ。できるかどうか分からない。あのちゃんとね、実際にやってる人たちは、うん、あのそれをやったことない人たちが多い。まあそうですよね、はい、だから日本人でもなんかどうすんのみたいな話があるので、うん、大丈夫かみたいなところあるんですけど、うん、なんかまあマニュアルでうまいこと統一して やれるようになったみたいですね、うん、あれなんか結構いろいろ複雑な業務がありますか。いやありますありますあります。そんなこと感心してないね全然違う、多分この辺カットされてると思いますけど。カットそうです。はい、いやでまあ、 あのそうなんですよ。で、うん、僕も、まあ、見てて、うん、そのすごいあの、何回も出てくるあの、ジュースのコーナーですね、はいはい、あれがもう全て の、うん、そのいろんなものの出入り口になってるっていう、そういうことですね。そこがまたその使い方がすごいなと思って、うんうん、あれ多分ね、あれ開けて中入りたい人いっぱいいるんですよ。あ、そうですよね。それ入って YouTube でやって怒られるみたいな。大体が。そうなんですけど、あれをでもね、中入っていってるのは、うん、あの見てるだけでも結構あれやってみたいみたいな。そういう感じで見てたりとかもしてたんですけど、はい、でももちろんあの店の許諾は。まあまあ作ったあれですからね。はい、そうです、はいはい、いやまあ大体あの中入ろうったって普通はね、あのジュースがあるから中入れないわけですからね。そう。いやだからあのコンビニのそのなんか僕らが考えてる、僕らも感じてるようなその違和感、ね、違和感みたいなところを、うん、そのうまくカメラワークで拾ってはるなっていうのがすごく思いましたし、まあね、入り口がやっぱりあの冷蔵倉庫、あ、実際その冷蔵倉庫のこう自分があのジュース取ろうと思ったら、はい、奥で人の棚に物を入れてて、はいはいはい、うん、ありましたありました、人いるみたいな。僕もあの取ろうと思ったらガラーッてなんか来るのを意識しておーってびっくりしたことあります。それ聞いたら女性は意外とそういう体験をしてなくて、男の方がそういう体験をしてる。だから女の人気にしてないんだ。いやじゃなくて店員さんも気遣って女の人が怖がらせたら悪いからっていう。そうか、あるんじゃないか。なるほど、やるの時はどんどんやれ。そうそう、これとかなるほど、あの時は平気でいいやつそんなこともないです。いやでもありますよね、多少ね、はい、そういう気遣いみたいなのがあるんじゃないかみたいな。なるほど、なってたんですけど、
なるほど。まあそういうことも含めて、なんか向こう側に世界があるっていうのが急にゾロッと出てくるじゃないですか。いやそうですね、うん、はいはい、あれも面白いですよね。いやあれはあの視点はすごく面白かったですね、うん、だからその覗いてまあそんなこともないんだけど、めっちゃ暗いじゃないですか、うんうん、奥はね、うん、でその奥にいる人と目が合って、うん、ほんのちょっと会話するとかっていうところがすごいこう何ですかね、この、ストーリーの中でものすごくうまく働いてるというか、うん、いろんな、はい、入り口になってるというか、まあそうですよね、まあ、だからそこを入り口にっていう、うん、まあ、そもそもコンビニ自体が夜中にそうなんですよね、うん、ボワッと浮かび上がって、はい、昔の保育園の絵じゃないですけど、はい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 、かまあ、漫画で、何かの漫画であそこが霊界と通じてるみたいな漫画があったらしいんですけど、うんうんうん、まあ、全然それは知らなかったんですけど、はいはい、やっぱりイメージとしてそういうところってあるんですよね、うん、世の中にああいうぼわっと浮かんでる感じが。僕でも一番びっくりしたのは、うん、これ使えるのか使えないのか分かんないんで、言うだけ言って後でカットするとかしないとかは決めたと思うんですけど、はい、ものすごい相当早い段階で、うん、成田凌君が異界に入ってたんだなっていうのが、うん、ラストに分かってくるっていうところが、うん、あれがもうちょっとおおって言って思わずちょっとびっくりしちゃいました、ね、うんうん、はい、そう言ってもらえると、はいはい、実際そうなんですよね、ですよね、ですよね、そういうことですよね、もうあそこで入ってる、うん、いやていうかもうその前に部屋で飲んだ時点からがもうすでにいろんなことが始まるきっかけになってるなってるし、はい、だからまあ実際だからその移民の行く先を断ち切っていくみたいな、はいはいはい、だそれ意味、みんな意味のないことって怖いから、うん、それに恐怖があるし、はい、意味のこう連続かと思ったら実はそれが無意味だったみたいなことを、はいはいはい、まあ、映画にしていこうみたいな。昔シティボーズって僕グループの、はいはいはい、ライブのやつとかやって、はいはい、大好きです、はい、で、ダルマを切ると小さいダルマが出てきて、その小さいダルマを切るとさらに小さいダルマが、はい、ずっといくとすごい小さいダルマが出てきて、その小さいダルマを切ると梅干しの種が出てくるっていうコントをやったんだけどずっと意味が連続してたんだけど、最後に梅干しの種が出てくることによってそれまでの法則性が一切無になって、うん、そうですね、そういうカタルシスみたいなことを映画でやってみたいっていうのはあったんだ、ね、なるほど、そこか、うん、だからその意味が実際ずっと来るんだけど、はい、最後にあ、加藤ってそういうことなんだっていうことを今気づいてもらったんだけど、うん、はい、そこでなんか今まで自分の持ってた法則性とか意味とか、じゃあ実際はそれは殺されてるかもしれないよ、うん、前田敦子の役の人が見た夢なのか、はいはいはい、薬中毒の、はい、ジグザグって片付けやってる役の子が見た幻想なのか、はい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 、でも結局はそうなんじゃないかって、最後っていうのはそのそれまでの意味みたいなことがガラッとひっくり返すみたいなことは映画でやってみたいな。なるほど、うん、割と日本 の、 そのいわゆるホラーとかスリラーとかと、うん、その外国のホラーとかスリラーの違いって、うん、実は理不尽さっていうのが外国のやつで、うんうん、日本って必ず理由をつけるじゃないですか、はいはい、そうですよね、だから誰々を、うん、無残に殺したから、うん、その恨みでこういうことになってるんだって、うんうんうん、因果応報が必ず描かれてるのが日本のホラーとかで、外国のやつって、うん、なんでなんっていうのが最後までないみたいな、うん、そういう感じですよね、どっちかっていうと、うん、まあそうですよね、まあ、ご覧になっていただいて分かるように、はい、まあ、外国、日本映画っぽくない感じ、ね、ね、感じをどう演出して作っていけるかみたいなこともあったんで、はいはいはい、まあ、だからそういう理不尽さと、はい、まあ一回と現世がこう、はい、地続きでそういうところは割とイザナミ神話とか、はいはい、あれとかもそうだし、ギリシャ神話とかもそうなんだけど、はい、もうだってあれですよね、アシスタントプロデューサーの名前が平坂さんっていう、そうですよね、もう四つ平坂からっていう、ああいう感じですよね、だからイザナミ神話で振り返らなくれって言ってるし、はい、ですよね、うん、まあだからそういう日本的なモチーフと、はい、それがだからその元々あったコンビニに対する違和感と、その外国映画にマーサーにおっしゃってもらったある種の理不尽さって、はい、なんでこの人はこうなるんだろうっていう、いくつもないのに急に来るが怖いみたいな、はい、うん、ところとか、はい、もう常にコンビニのオーナーの南雲さんは本当に常に異様なオーラを放ってますからね。六角政治が。いやもう本当にだから今回僕はすごい面白いのは、まあ、まあもちろんその六角政治さんはいつも面白い役というかそういう役も多いし、あれなんですけど、六角政治さんの放ってらっしゃるその異様なオーラと、まあ、前田敦子さん の、 まあ、ちょっと見せる妖艶さんみたいなのが面白いんですけど、片山さんのね、片山由紀ちゃんの、
何やろ、無機質な演技ってすごいなそうですよね、あれすごいですよね、うん、なんか急に変なテンションに持ってけたりするんだけど、ですよね、うん、最初に音量上げろって映画を撮ったんですよ、見ました、はい、で、はい、山里が生体ドーピングして血吐くんで、はいはいはい、でそのキャリーみたいに血を浴びてギャーって叫ぶオーディションに片山くんが来てくれて、あれそういうことなんですか、それで実際には片山くんはやってなくて、はい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 、で違う役で千葉雄大の絡みがあったりというような役に抜擢、はいはい、その時に叫んでくれみたいな話になって、うんうん、監督時効警察の犯人全部言えますみたいなこと言って本当とか言って、それでギャーみたいなことを叫んだら、なんかそのテンションが面白かったんですよね、はいはいはい、芝居の、はい、で、だあ金山さん面白いから別の役でって言って出てもらったのが最初なんです。そうなんですね、ね、今回も本書いてて、はい、準備公開、いつも決定校になってからキャスティングを始めるの、はいはいはい、岩松さんとか瀬とかも含めて、はい、決定校ができてからキャスティングを始めるんだけど、はい、本当に片山だけ準備校の時に、あ、このやジグザグは片山、ジグザグって役なんで、はいはい、片山さんにやってもらったら面白いんじゃないかなって、それはまさにおっしゃってた、そのなんかよくわかんない無機質さみたいな感じで、そうなんですよ、無機質やのに、うん、あの本当にスイッチ入ったらなんか面白いことやり始めるとか、そうそうそう、なんかそのスイッチの入れ方みたいなのが面白いんですよね、芝居とか、なんか、なんか自分のことよくわかってらっしゃるんでしょうね、多分ね、あ、そうなんですかね、あの多分あの顔のほら割とのっぺらとした顔じゃないですか、うんうん、だからそんなに特徴のない顔だから、うん、スイッチ入れるとどうなるっていうところの面白さが出せるっていうのは分かってるからちゃうかなと思うんですけど、うんうん、なるほどねそれ前に教えてほしかったすいません、すいません、あの次撮る前に言っといていただいたら僕いや、いやでもあの割とね、あの彼女も最近いろんなあの役でね、いろんなところで出てきたりとかしたって、ええ、あの気にはしてたんですけど、ええ、今回の役ですごい、まあ、ある意味すごい彼女がいい役っていうか、ええ、ハマってる役なんで、そうですね、はい、まあ、それはだからあれじゃないですか、うん、あの頭で言葉では分かってないけど監督が使い方分かってらっしゃったからそういういやいや当てが気になったってことですよね、先に教えてほしかったですだからあれですよね、あの前田敦子ってなんか妙な、はい、まあ、変な言い方なんだけど、見た人の感想で、まあ、あれ生きてるのか死んでるのか分からない、なるほどな、なんか、うん、そのいい意味での気持ち悪さみたいなのがあって、うんうん、その前田敦子は何だろうと思ってて、それとまたちょっと対照的な感じがあるじゃないですか、うんうんうん、で成田凌って割とその日常をうまく構築して、はい、で成田君の持ってるある種の日常のリアリティみたいなことが、はい、いかに迷っていく案内人のある種、はいはい、役割を負ってもらわなきゃいけない、そこに出てくる前田敦子だったりで同棲してる片山君のある種のリアリティのなさの変なテンションみたいな、はいはいはい、で片山君 と、成田君の同棲してる部屋があって、うんうん、そこだけこう昔 の、 あの 16mm のフィルムのレンズとかをあの撮影の高田君がつけて、うん、もうちょっと最初からそのレンズの変なフレアが入ったりとか、うん、ボケが変だったりして割とこう異界観、はい、実は一番リアルな世界の部屋なのに、はいはいはい、最初から異界観があってみたいな、うんうん、割とぼやっとしたっていうと、ざっくり言うとぼやっとした映像みたいなことを使ってるんですけど、そういうこともあって、その中でこう生きてる感じとかが、あの彼女のなんかあのテンションがね、うん、なかなか難しいだろうなって。いや、もうだってそのまずその犬の名前ケルベロスをしてる時点で変わった子やし、うん、名前がジグザグっていうのもまた、で、まあ、であの僕ジグザグってずっとあのカタカナで頭に思い浮かべてたんですけど、うん、あのラストのエンドロールで出てきた時に、うん、ローマ字やったんやって英語やったんやみたいな、 Z かよみたいな感じで、まあね、こう言ってこいしてる感じとかっていうのがあって、その異界と今生きてる、そうですよね、そうですよね、行ったり来たりっていうことですよ、うん、はい、そうですね、それが薬の力なのか何なのかっていう、分からないのか、はいはい、まあ、そこの意味みたいなことは、まあ、お客さんの想像力っていう、うん、意味本能みたいなのあるじゃないですか、うんうん、すごい無意味なことに対する恐怖っていうか、はい、で勝手に意味つけちゃうんですよ、ね、そう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 、こういう意味、うん、こういうことだからって割と男のお客さんに多いタイプなんだよ、なるほどな、うん、だから多分これ今回のこのコンビニエンスストーリーっていうのは、うん、見た人で全然言うことが違う可能性あるんですよね、 そうだからそこに正解みたいなことが、うん、実際じゃあお前が投げかけろよって90年代の深夜コントじゃないんだから意味ないことで終わらせてそれでよしとすんなよみたいなことあるのかもしれないけど、いやでもそれ言わない方が絶対みんな幸せですよ、ね、うん、そうですよね、本当は、うんうん、だからそういうことを映画とか映像を見た時に、はい、自分で意味を補完していくみたいなことが、うんうん、行為として
鑑賞方法として面白いってことがあればそれはそれで面白いんじゃないかなっていうのも一つありますよね。はい、いやだからこの話はとにかくいろんな人がどこに目をつけるかによって、うん、多分その人にとっての意味合いも変わってくるし、そうですよね、感じ方も、うん、で異界と感じてるのか、うん、もっと違うものとして感じてるのか、うん、みたいなところはあると思うんですよね。そうですよね。だからそれ、その答えみたいなことを出さずにも俳優部とかもあれしてるので、はいはい、現場で六角さんと前田君と成田君でこの話について話し合ってなるほどなるほど、別に監督は言わないでいいですから、うんうん、俺らの方でこう、はいろ、はいろ考えてる、はいはいはい、あそうなんだみたいなことがあって、なるほどそんなことがあったりするので、はいはい、だからまあそこの想像力みたいなことが逆にこう言っちゃわない方が面白いっていうところがあったりするわけですね。ですね、うん、はい、だと思います。なんかよく渋谷でこれも例えで言うんだけど、渋谷で電話してる50歳から60歳のサラリーマンのおじさんが、はい、じゃあ一体誰が女王様なんだよって怒ってんだけど、その向こう側にはどういう風景があったのそれ見てみて、俺今度渋谷行こういやその人はいないかもしれないけど、でもそのじゃあ一体誰が女王様なんだよ、うん、いうシチュエーションってどういう感じですよね。ですよね。クラブ女王様、女王様ゲームでもやってたのか、なんかクラブの話なのか、会社の女社長が自分が女王様扱いになってるってことなのか、一体その背景に何が急になんか変な世界が広がるじゃないですか。はい、映画の中でも出てくるんですけど、はい、すっごいひょったくれた、まあ、ある種のこう不良っぽいカップルで、はい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 、中途半端な茶髪になってたりして、あいつらが出てきたら必ず怒るじゃないですか、うん、そうそれでその時に実際俺そういうカップルがいて、はい、店出てくる時に雨降ってたんだけど、はい、女の子が今日は雨だからよく寝られるよねとかって言うんだけど、なんなのこの急なロマンチシズムみたいな、あの子言いますね、まあ、確かに衝撃を受けて、だから自分の価値観みたいなのが急にそんなところでグラッと揺らされるみたいなことがやっぱりあったりして、はい、だからそのある人のある一面を見せられたことによってそこの奥にあるかのごとく、はいはいはい、錯覚する感じとかも、はいはいはい、なんか面白いな、いや面白いですよね、うん、はい、僕もうほんまにこれ関係ないので絶対カットする話なんですけど、僕は1回だけ大阪の、あれいくつぐらいかな、高校1年生ぐらいの時かな、南のアメリカ村っていうところで古着屋さんに、友達と一緒に行って、でちょうどその時にクジラの商業捕鯨がなくなるって話になって、でクジラうまいのになっていう話をちょっと3人でしてたんですよね。でたまたまエレベーターに乗った瞬間にその話をしてて、で乗った瞬間に何歳ぐらいかね、20代か30ぐらいの、うんうん、30そこそこぐらい の、 結構かっこいい、うん、アメ村とかに歩いてそうなとっぽい格好をした、うんうん、お兄ちゃんがピャッと入っていてガングラスかけて、うんうん、で僕らが「いやでもその商業捕鯨なくなるのかな」って、やっぱクジラはうまいしな、クジラ絶対食いたいよなって、パーって1階について開いた瞬間にその人出ていく瞬間に「クジラうまいよね」一言言って出ていくんですよねめっちゃかっこいいみたいな。すごいなそれ。いやいやあれはね、僕あの体験はすごくて、うん、そうっすよねって出ていく背中に言うしかないから、背中に向かって言ったっていう、あの経験はこのネタどっかで使いたいみたいな気がする今ですかそれいや多分僕どっか作品の中で使うと思いますけど、はい、まあありますよね。だからその何か、なんかありますよね、はい、ちょっとこの、はい、開けたら意外と深かったみたいな、うんうん、そうそうなんですよ。だからこの話っていろんな切り口があって、うん、いやもうそれこそもうツッコミどころがいっぱいあって、そうですよ、ね、もう商品名からもツッコミたいやつもあるし、バス停なんであんな目の広告ばっかりかな、次をしかるかみたいな。そう実際に台湾とかにあったんですね、かつて。あ、そうですか。ああいう街が、はいはいはい、うん、杖、まあ、さんのねじ式とかもそれをモチーフにはいはいはい、あって、なるほど、ね、なんか写真が検索すると出てきますけど、はいはい、あこういう街があったんだみたいな、目の病院が中心の街みたいな、はいはいはい、なんか異界感が半端ないですよね、あれだけ で、 そうですね、あれだけで。しかもあれ、これ撮影が11月の終わりから去年の12月にかけて、はいはい、朝霧高原のところで撮ってたんですけど、はいはい、
それを、一部取りこぼして、うん、で4月に追殺が3日ぐらいあって、はい、で行ったら同じ草原が全部野焼きで真っ黒になってるんですよね。どうします監督みたいな。でもこっちの方が異界感あるかみたいな話で、ね、ああバス停のところはもう野焼きしたあの、はい、真っ黒なこの地獄巡りみたいな絵になってる。なるほど、だからちょっと違う感じになってる。そうそうそう、なるほど、うん、帰ってよかったみたいな。あ、そうなんです。僕でもあの実は必ず聞いておきたいなと思ってたこと1個だけあって、あのあそこあのその草っぱらっていうか、草原すごいじゃないですか、あれあの霧は特効ですか？いや、あれは実際に朝出るんです。自然に出る。それ ですよね、うん、それでいくつかフォローで特効で、あの出すつなぎもあのつながりも含めて、いや僕はあんだけ広い草原をどうやって霧にしたんだろうと思って全部朝霧高原というだけで。ああなるほど、名前が朝霧だけに朝すごい霧が出るんですよ。はあ、なるほど、そういうことだったんですね、うん、これでもこの建物って何なんですか？この建物自体はあのモトクロス場の、はい、その草原のところにモトクロスをなんか一時期やってた。そういうことか。でそのモトクロス場の受付っていうか、はい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 、設備だったみたいな。でそれがまあ廃業されたかなんかで、はい、この側だけ残ってて、うん、でここにあのコンビニのセット、はいはい、林さんっていうデザイナーと翔太郎さんっていう美術部で、はい、あのコンビニをここに構築してもらう。なるほど、なるほど、なるほど、そういうことですね。いや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 、なんか すごい手頃な大きさで。そうそうそう、まさにコンビニの、ね、逆にこの物件の見つかるまでは大変だったんです、ね、ああですよね、うんうんうん、鈴木原も含めて、はいはい、ちょうどセットでないと困りますもんね、うん、そうなんですよ。いちいちこのパートだけ違うところっていうのも大変ですもん。大変なんで、はいはい、まあ、これを探すのがそこそこ大変で、まあ町の方のコンビニは実際に行ってコンビニを使わせてもらってるんですけど、こっちの方はフル火災で、しかもまあ1階のコンビニなんで、我々が見てる日常的なコンビニというよりは、で昔で言うとムエグルストンとかの写真出てくる70年のニューカラーの写真集とかに出てくるようなアメリカの中西部のモハベ砂漠のバグダッドカフェのこっち側に建てそうな、なるほど、なるほど、あのコンビニをイメージっていうか、まず雑貨店ですね、イメージしながら作っていってるんですけど、なるほど、ええ、なるほど、なるほど。壁紙とかもちょっと凝って古い70年代っぽい壁紙にしてあったりとかはしてるんですけど、はい、まあ、あのコンビニっていう名前にはなってるけど、うん、異界感は半端ないですからね。そうですよね、うん、だから僕たちの知ってるコンビニじゃないコンビニのだけに余計異界感あるし、うん、そう、だからまあ外国のね、そのマークさんが日本に感じたコンビニ、うん、俺の思ってたコンビニじゃないよって言うかもしれないんだけど、逆に日本人が見た時にちょっと異界感があるような感じはしようっていうのはあったんですよね。マークさんも見られてるんですか？まあ見てます。え、な、感想はなんて感想ですか？って言ってたかな。いやおめでとうって言ってました。他人事ですね。もう他人事ですね。もう他人事ですね。なるほど、なるほど。はい、いい感じで落ちてきたんで、はい、そろそろまとめていかないといけないんで、はいはい、あれなんですけど、じゃあもう最後ですね、はい、あの監督からあの見ている方に一言ですね、おっしゃっていただいていいですか？はい、まあ、この映画でその1階をアドベンチャーする、その1階にいろんな意味があって、いろんな意味があるようでないようなっていうところで、それぞれが皆さんが自分の意味本能をこうやってこういうことなんじゃないかって考えながら体験してってもらう、ある種の変な、まあ、テーマパークじゃないですけど、うん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 、体験型のなんか脳が体験する、ホラーあるいはサスペンスみたいな風になってればいいなと思うんで、あんまり理屈をあれなんだけど、はい、それでも自分の中でこういうことなんじゃないかって思いながら見てもらうっていう、監督投げっぱなしみたいなことですよね。まあそういう楽しみ方してもらえると、はい、夏面白い体験になってもらえればいいなと思って。そうですね、はい、あそうか、だから夏なんで、ええ、まあある意味そのちょっとお化け屋敷に行く代わりに、はい、あの異界にちょっと遊びに行くのに映画を見ていただくっていう、面白いかな。はいはいはい、いや面白いと思いますね。あの僕はあの正直言って、あの監督三木監督の作品はいくつか見てるんですけど、多分僕今まで見た中で一番ある意味真面目に作った春まあそうですよね。あの割とね、もっとなんかあのいろんなやつ入れてくるかなと思ったら、あ割とうんってあの真面目に作ってるって思う。はい、だからその何やろ、あのゲラゲラ笑うとかそういうんじゃなくて、
あの本当にこの異界をどう楽しませるかっていうことだけで、なんか構成されてるって感じなの。まあそうですね、はい、それがギャグになるか笑いになるかどうかは、うん、まああなた次第です。そうそうそう、それはあるんですね。それでもそうなんだけど、はい、それが面白いと思うかどうか、はい、うん、まあなんせそのいろんなところにある作り込みとか、いろんなものとかが細々としたのが突っ込みどころ満載なので、あのそれをどこまで見つけられるかという楽しみもあると思うんですけど、なんか機会があればね、その、はい、場所で、はい、あの上映して、はい、お客さんが勝手に意見を、いやいいな、やしてくださいまたよろしくお願いします。はい、はい、あのマテリアルダニマジでひょっとしたら、この作品が、はい、上映できる日が来るかもしれませんので、はい、皆さんあのよく覚えておいてください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日は、コンビニエンスストーリーの、三木聡監督でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、という感じでございます。ありがとうございます。もう見事に10分出てるんで、またあのどこ切るかはものすごい、もう。